あのね、モザイクをかけるのは顔にかけて、もう他じゃなくてずれてるから顔にかけて、わかった？こんにちは、こんばんは、アトリエトークでーす。 This is ギャラリーに掲載の中で最も大きな50号の作品の接近ショットをご覧いただきたいと思います。画面の絵の具のデコボコとかディテールなんか、マチエールって言うんですけれども、そういうのもご覧いただければと思います。以前メインチャンネルでコンセプトをご紹介したことがある2015年の思考連鎖という作品です。全体的にはもう私一人で持つのこれが精一杯ぐらいの結構大きな作品で、指示体を作っています。それでは作品にぐっと近づいて 4K の映像で細かくご覧いただきたいと思います。近くで見ると絵の具のデコボコもわかるんじゃないでしょうか。5人の子供が髪の毛でつながっているという、離れてご覧いただいてた時にはちょっとわからなかったと思うんですけれども、ベースにスタンプを押してその上から薄い層を何層も重ねて肌を作っているので、肌の奥の方にスタンプが透けてる感じになっています。色数も割と絞りたかったので、グリーンとオレンジを中心に描いてるので、目の色とか髪の色とか背景の色とか色数がすごく少なくなっています。色数を少なくすることで人物に集中してフォーカスしてご覧いただきたいという狙いもちょっとだけあります。いろいろなコンセプトはあるんですけれども、この作品についてはこのチャンネルの無限のゼロのバーチャル展覧会の動画でギャラリートークをしているショットを収めているんですけれども、そのショットで詳しくお話ししているので、もしよかったらそちらをご覧ください。そして無限のゼロのステートメントはこのチャンネルでも朗読を出してますし、ホームページの方に文字でステートメントが用意してあるので、ご興味のある方はぜひご覧ください。動画で見てみたいという方は YouTube で構文構造空白ステートメントで検索してもらって、無限のゼロのステートメント朗読動画をぜひご覧ください。またはこの思考連鎖という作品を1枚取り上げてじっくりとコンセプトをお話ししている動画も用意してますので、 YouTube 検索で思考連鎖と入れていただければ出てくると思います。というわけで、私の作品で一つの画面にこれだけの子供がいるというのは結構珍しい方なんです。リスクがあるので、やはり一つの画面に一人の方が成功率は高くなるんですね。5人もいれると一人がどうしても最後満足がいかなくて、やはり妥協できなくて作品が結局できなくなることもあるし、もう一度やり直してもう一度やり直してっていうような形で1枚に1人よりもかなり時間もかかりますし、リスキーなそんな感じなんです。不器用なので。そして今指を指しているのは麻布をそのまま生かしたんですね、今回。とはいえそのままにするとやはりそこだけ劣化してしまうので、きちんとアクリルでコーティングはしてるんですけれども、色はつけずに麻布の地の色をチラッと見せながらその上に絵の具を重ねてるような、結構この麻布の色が気に入ったので、そんな感じで塗ってみました。サイズが50号なんですけれども、結構この反対色オレンジと緑で構成する画面というのはかなり会場でも目立っておりました。すごいですね、やっぱりこの麻布の生地の目まで見えるようなショットでお届けしていますけれども、離れてご覧いただいたり画像でご覧いただいていると本当にこの肌の奥のスタンプが透けた感じとかはあまり見えないんですけれども、本当にまつげの一本一本まで、白目の充血までご覧いただけているんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。それぞれの目線もちょっと視点が合わないような目線にしたり、ちょっと寄り目みたいな感じがあったり、うつろな目があったり、それぞれにちょっとずつ表情を変えてみたんですけれども、一人一人本当は違うのになぜか同じに見えてしまうような、その現代社会の情報と人との関係を描きたいなと思って描きました。私の作品でもかなりマニアック路線なので、好き嫌いが分かれる、そんな思考連鎖という作品でした。はい、ということで今回は2015年の無限のゼロの展覧会の作品、思考連鎖の接近 4K ショットをご覧いただきました。今回も短い動画でしたけれども、最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。